四国百名山は四国百名山会によって選定された四国の名山百選である。四国百名山とは別に高知新聞社による四国百山も選定されており、このうち七十五座が重複する。日本百名山は四国からは二座のみで、この選定について深田久屋は意義のないところとしている。石槌山脈及び剣山地ともに連邦を形成し、 四国の鉱山は独立法的な山がほとんど見られない。また比較的温暖な地域に当たるため高さの割には鉱山的要素に欠け、気候的には森林限界には達せず、四国調べ屋だけ看板からなる阿鉱山対信用樹林は標高約1700メートル以上の極小の領域に分布するのみである。しかしながら四国には西日本の中では高山が集中し、 急峻な地形を有している。四国山地は吉野川により東部と西部に分けられ、1800から2000メートル級の鉱山は東部の県山地と西部のうちの石槌山脈に集中している。採用は石槌山や東、赤石山のように険しい岩峰からなるものや、剣山のように流起順平原の残物と推定される山頂部がなだらかで、 笹類に覆われる山など様々である。また石槌山、つつかみの山及び県山をはじめとして、古来より山岳主源の山として解散されたものも少なくない。国土地理院の地形図において、亀が森など、家と表記される文字は、四国百名山では、瓶が森などと表記されている。また四国には、日竹など、竹とつく山名は少ない。一覧表は、 四国百名山の方にだけ選ばれた山、ありがとうございます。